はい、皆さんこんにちは、かずえちゃんです。はい、まだまだね、かずえちゃんの花粉症で目も腫れてるし、まだ声もね、変なんですけれども、風邪ではないのでね、皆さんご安心ください。はい、今日の動画は、まあ後ろを見ていただいてもわかるんですけれども、スーツケースがたくさん置いてあります。かずえちゃん、来週からアメリカとカナダに旅行に行ってきます。なのでね、今日の動画は、まあここにね、ほらカラフルなスーツケースが一つ置いてあるんですけれども、この中身がね、友達に買ったお土産が入ってるんです。なのでね、今日はこのバッグの中身をね、ご紹介していこうと思います。はい、まあ全部ね、もういっぱい荷物が入ってるんですけれども、この中は全部お土産です。で、かずえちゃん何を買ったのかというとね、はい、じゃん、全部お菓子なんですね。まあ何を食べてもね、日本のお菓子って美味しいじゃないですか。なので、まあ、海外にね住んでる友達にお土産として、あのスーツケースいっぱいのお菓子を買いました。で、何を買ったかというとね、まずはこれ、当たり目、あのお酒好きな友達がいるので、これを一緒にあのおつまみにしながら飲もうと思います。で、あとはね、これイカの姿揚げです。これも美味しいよね。そして次がキットカットの抹茶、そしてキットカットのカスタードプリン味です。こんだけキットカットの味っていうのかな、種類が多いので、日本だけだと思うんですね。なのでこの抹茶とかはね、きっと友達喜ぶと思います。はい、で次はこれです。じゃん、歌舞伎揚げです。これはかずえちゃんの大好物です。で次はこれ、カントリーマームです。これも美味しいよね。で次はこれ、柿の種買いました。これはビールが進むお菓子です。次はこれです。じゃん、じゃがりこです。これも美味しいです。そして薄焼きのサラダ味、コアラのマーチ、これはポッキーの抹茶味です。で、結構抹茶系のお菓子いろいろ買いました。これは何だろう、ロッテの、これも抹茶のクッキーです。こっちも明治の抹茶のクッキー、抹茶のチョコレートが間に挟まってるお菓子です。そしてトッポ、これが普通のやつかな。こっちが放課後ベリー、きっといちご味です。そしてプリッツのバターとプリッツのローストです。かずえちゃんこれ好きです。次はこれだ、これも抹茶味、パイの実です。これは初めて見ました。これすごく美味しそうです。で次はこれ、ジャガビーの明太バター味も買いました。次はね、お菓子じゃないんですけれども、ペヤングのパクチーマックス味と、こっちがペペロンチーノ味を買いました。美味しいのかな、わかんないですけど、これもお土産にします。そして朝毛と夕毛、はい、本当にいっぱい買いました。海外に住んでる友達なので、日本のお菓子が恋しいかなと思っていっぱい買いました。なので旅行中に一緒につまみながら、お酒でも飲んでこようと思います。はい、ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。それではね、皆さんまたね、また見てね、バイバイ。